JR 福島駅前の顔ともいえる百貨店中郷福島店が来月31日に閉店します。この慣れ親しんだ青い袋ともお別れです。昭和、平成、令和と街の移り変わりを見続けた百貨店、福島への感謝の思いを込めた中郷からの手紙です。街行くそこのあなた、こっちですよ、こっち。私、福島駅前の中郷です。高いところから突然声をかけてごめんなさいね。今日は少しばかり懐かしい映像とともに、私の昔話にお付き合いくださいませんか。私中郷、昭和の初めには福島市の大町におりました。昭和40年代、屋上には遊園地があって、子供たちの夢の国だったんです。クリスマスともなれば、プレゼントやケーキを求め、それはそれはたくさんの家族が来てくださいました。振り返ると、日本経済は右肩上がり、希望に満ちた元気な時代でしたね。そして昭和48年、私今の福島駅前に引っ越しました。初めてのお正月には、開店前にこんなに長い列ができたんですよ。とにかく嬉しいやら、皆さんに無事買い物を楽しんでいただけるかとハラハラするやら、今も思い出に残る初売りです。それから数年、福島駅前はどんどん賑やかになっていきます。そう、昭和57年には東北新幹線が開業。それに合わせ、私の仲間もたくさん福島駅前にやってきました。コルニエ蔦屋さんに長崎屋さん、そして遠藤チェーンさんと大きなお店が次々とオープン。どこもかしこも買い物客であふれ、お店を回る人たちで街は活気にあふれていました。この良きライバルの出現で、私中郷は選ばれる百貨店を目指して一生懸命センスを磨きました。バレンタインデーの本命チョコは中郷で、男性の心を射止めるのに少しはお役に立てたでしょうか。流行をいち早くキャッチし、夢を売るデパート、華やかな表舞台があれば舞台の裏もあります。この頃は本当に忙しかった。福袋の準備は従業員総出、もう猫の手も借りたいほどの忙しさでした。しかし時が平成に移ると、周りの仲間が次々とシャッターを閉め始めました。近くの商店街も空き店舗が増え、街を歩く人も減っていました。世の中バブル崩壊と言われていましたが、にぎわいが失われたのはそのせいだけではなかったようです。街の郊外に次々と進出する大きなお店、マイカーが普及し、大きな駐車場を構えたお店にお客様が流れていきました。この頃、ファストファッションも人気が出始めました。私たち全国のデパート仲間にとってはとても手ごわい相手になっていきます。
高速バスが便利になると、若い皆さんが仙台まで買い物に出かけるようにもなります。それでも私は福島駅前の顔。お正月には昔と変わらず、たくさんの方が福を求めに訪ねてくださいました。5、4、3、2、1、スタート。中郷名物福福袋、感謝の気持ちをぎゅっと詰め込み、昔と変わらぬ大きさです。流れていくところをご覧になっていかがですか。ですね、今年もありがとうございますだね。ありがとうございます。昭和、平成、令和と時代が変わり、全国のデパート仲間もなかなか厳しい状況にあると聞きます。それでも私中郷、初売りのこのにぎわいを見ると、ああ皆様に愛されていたんだなと、感謝の気持ちでいっぱいになります。そしてあの日のことは忘れることができません。皆さんを元気づけたいと福島に根を張って頑張ってきましたが、来月いっぱいでいよいよお別れです。時代は変わるもの、新しい街づくりのためバトンを渡すことにしました。いいね、お母さん福島ね、僕初めて来たんですよ福島ね。えいいとこいいとこいいとこ、もう人もあったかいしね、食べ物もおいしいしね福島ね。あと1ヶ月、よろしかったら思い出をたどりにいらっしゃいませんか。